ウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州バフムートでは半年以上の間攻防戦が展開されているよね。攻勢に出ているロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊とロシア正規軍が少しずつ前進しているものの、ウクライナ軍の必死の抵抗によって未だに制圧できない状況が続いているぜ。ワグネルやロシア正規軍を相手にこれだけ抵抗を続けているウクライナ軍には脱帽するよ。さて今回は激戦が続くバフムート攻防戦の意味について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。バフムートに関しては、西側諸国の軍関係者などの間では戦略的な価値はないとする見方が多く、ウクライナ軍は春の反転攻勢のためにバフムートを放棄して戦力を温存すべきとする指摘が出されているんだけど、ウクライナ側はゼレンスキー大統領をはじめとしてバフムートを放棄することはないとして、死守することを宣言した上で撤退指示どころか増援を送り込んでいるとの情報も出ているよ。インターネット上のコメントや SNS などへの投稿には、このバフムートをめぐる攻防戦を第二次世界大戦の際の独ソ戦において勝敗の分かれ目となったとされている、スターリングラードの戦いに重ね合わせる意見が散見されているみたい。これは、1942年6月28日から1943年2月2日まで、ドイツ軍に攻め込まれたがソビエト連邦領内のボルガ川西岸に広がる、工業都市スターリングラード現在のボルゴグラードをめぐる戦闘のことで、ドイツ軍、ルーマニア軍、イタリア軍、ハンガリー軍、クロアチア軍からなる枢軸軍とソ連赤軍との戦いを指しているな。スターリングラードは地理的に見た場合、ロシア南部において水運の要であるボルガ川がドン川に向かって最も西側に屈曲した地点にあり、ここを抑えることができればコーカサスや黒海、カスピ海とモスクワなどソ連中心部とをつなぐ複数の陸路及び水路遮断することが可能となる物資輸送上の要衝であり、さらに経済的及び国防的に見るならば、スターリングラードはソ連のイカネン計画において重点的にモデル都市として整備されたために、国内屈指の製鉄工場や大砲などを製造している兵器工場、トラクター工場など、ソ連にとって国家的に重要な大工場が多数存在する国内でも有数の工業都市であったぜ。さらには当時のソビエト連邦最高指導者であるヨシフ・スターリンの名を冠した都市でもあり、それらのことからソ連軍が簡単に退却することは許されず、熾烈な攻防戦が展開されて膨大な戦死傷者が発生しただけでなく、計り知れない経済損失をもたらす攻防戦となったんだよね。開戦当初はドイツ第6軍を主軸とする枢軸軍側が優勢で、スターリングラード市街地の 90% 以上を制圧するほどだったんだけど、やがてソ連軍が第6軍などの枢軸軍を逆に包囲する大反攻に出たことにより、スターリングラード市内の枢軸軍が包囲されてしまうんだ。ドイツ第6軍司令部はスターリングラードからの撤退を進言したもののヒトラーによって死守を命じられ、包囲された状態で補給もなく弾薬や食料が底をついたために最終的には降伏したよ。この戦いが独ソ戦の行方を決めたとさえ言われていて、ドイツ軍以下の枢軸軍は次第に劣勢となり1943年9月には同盟国イタリアが無条件降伏し、1945年5月にベルリンが陥落してヨーロッパにおける大戦が終結する原因となったとされ、第二次世界大戦のヨーロッパにおける決定的な転換点の一つとして歴史に刻まれているね。この戦いにおける両軍の死傷者数は枢軸軍が約85万人、ソ連軍が約120万人とされ両軍合わせて200万人前後と見積もられ、市街地が瓦礫の山となったスターリングラードの人口は開戦前約60万とされていたのであるが、戦いが終結した時点では約1万人にまで激減したとされ、第二次世界大戦最大の激戦として戦史において屈指の凄惨な攻防戦とされているぜ。現在のバフムートはもともと攻撃を受けていた東方面に加えて、北方面及び南方面のみ方向から包囲されているものの、西方面がかろうじてウクライナ軍の支配地域とつながっている。バフムートが西側の軍事筋から見て戦略的価値がないとされていることは先に述べたけど、バフムートの重要性を主張する軍事ジャーナリストもいて、
ドネツク州における重要都市であるスラビャンスクやクラマトルスクにつながる幹線道路があることなどをその理由として挙げているよ。この軍事専門家によるとバフムートはウクライナ軍、ロシア軍両軍にとって戦略的に極めて重要な都市であり、首都のキーフから東部に伸びる幹線道路は、ハルキウからこのバフムートを経て黒海にまで南下していて、港湾都市マリウポリにつながるとした上で、ウクライナ内陸部からクリミア半島に至る回廊に位置するバフムートは、まさに交通の要衝と言えるとしているんだ。そして、ロシア軍がバフムートを制圧することでマリウポリと兵站がつながることによって、ロシア国内からバフムートを経由して黒海に出るルートが確保できることになり、クリミア半島の防御が強固になるとしてウクライナ軍にとってもバフムートの陥落は絶対に避けたいと述べているね。また、ウクライナ軍がクリミア半島を奪還するにあたってクリミア半島のロシア軍を攻撃するには、まず南部ヘルソン州の州都ヘルソンが拠点の候補となるが、ヘルソンの東側にあるドニエプル川のアントニフスキー橋などの架橋が全て通行不能となっているために、そこを戦車や榴弾砲などが溶かさせようとするとロシア軍の反撃に遭う可能性が高いとして、クリミア半島を奪還するにはバフムートなど東部の要衝から供与されたレオパルト2による機甲部隊が出撃し、黒海沿いに進撃を続けてマリウポリなどを解放し、クリミア半島に総攻撃をかけるのが理想のシナリオだとしているのであるが、これらの主張にはいくつかの間違いがあると指摘する声が上がっているぜ。まず、ロシア軍が占領しているザポリージャ州のマリウポリは黒海ではなくアゾフ海の港湾都市であり、ロシア領のロストフナドヌからアゾフ海沿いにつながる幹線道路があるため、ロシア軍はバフムートを制圧できなくともマリウポリへの補給路は確保されているんだよな。また、バフムートからマリウポリに進撃する間には、ロシア軍に占領されているドネツク州の州都ドネツクがあり、バフムートからマリウポリを目指すにはこの大都市での市街戦が展開されることは避けることができず、新たに編成した機甲部隊が消耗させられてしまう大きな障害となることが予想されるんだよね。そして、ウクライナ軍が陸路からクリミア半島を目指す際に、バフムートを奪われていたとしてもウクライナ軍の支配下にあるザポリージャ州の州都ザポリージャからドニプロ川に沿って南下して、同州のメリトポリを奪還することでアゾフ海までの道を確保することができ、ドネツク州方面のロシア軍部隊とヘルソン州のドニプロ川東岸に陣取るロシア軍部隊の連絡を遮断して、クリミア半島に追い込むことができるよ。これらのことからバフムートの攻防戦は、この軍事ジャーナリストが言うところの独ソ戦におけるスターリングラードの戦いに匹敵するような、戦争の帰すを決定しかねない重要な戦いなどではなく、ウクライナ軍兵士が西側諸国から供与された戦車歩兵戦闘車装甲兵員輸送車の操縦訓練を終えて、反転攻勢のための機甲部隊が編成されるまでの時間稼ぎであろうとの見解があるんだ。2023年3月20日時点においてバフムートが陥落したとの情報はなく、ウクライナ軍の守備部隊はロシア軍の猛攻に耐えているものとみられ、ここまでの情報分析からバフムートに展開しているロシア軍の継戦力が低下している可能性が指摘されていて、ウクライナ軍がバフムートを守り抜く可能性が出てきたとの見方もあるみたい。その場合、ウクライナ軍が大反攻に転じてロシア軍が総崩れになって退却するとの予測と、ロシア軍は後方の防備を固めており大反攻をかけたとしても全領土を奪還するまでには至らないとする予測が入り混じっていて、ウクライナ侵略戦争の行方は未だ混沌としているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。